どうも、土屋です。組織において2代目は地味ですが、重要な立ち位置です。その後の存続に関わる重大な意思決定をする立場にあるからです。総合から立ち上がった創業者は、そのカリスマから組織を束ねることができますが、その後の後継者がカリスマを引き継いでいるとは限りません。また多くの癖のある連中がたくさんいる中で、これらを統御するのは大変です。ここでの組織、序列作りに失敗すると、創業者のもみを虚しく、政権は多面に終わる運命にあるようです。ここでは、長期政権になった徳川幕府の2代目、秀忠を見ていきます。そもそも秀忠を家康はどう評価していたのか。出自から言うと、秀忠は三男でして、長男の信康は諸事情にあって切腹。次兄秀康は豊臣秀吉に養子に出されて、後に結城氏を継いだため、母親が三河の国の名家の出身である秀忠が実質的な正室として処遇されるようになってきます。まあ、とはいえ西暦でいうと1579年の生まれの秀忠です。家康の節目となるような戦には当然ながら出ることはできません。20歳の時に1599年と考えると、その脇を固める人間が重要です。まあ、最初は榊原康政、井伊直政の後見だったんですけど、彼らの代わりに大久保忠隣が側近として秀忠の周囲を固めます。特に甲斐信濃平定事業において切り取った領国の経営に螺旋を振るった忠隣は、軍事だけではなく内政にも力を発揮できる軽有な人材で、そこから学ぶことは多かったでしょう。関東に移った後、何かと拠点を留守にしがちな家康の代理として関東領国の支配を秀忠が行うようになった背後には、忠隣の存在が大きかったと思われます。また秀忠を支えた人物の中でも重要なのが土井利勝です。彼は家康の母方のいとこにあたる人物ですが、些細なことにまで目を配り、かゆいところにも手を届くような人物で、組織づくりだけでなく緩衝材としての役割においても腕を振るいます。他にも江戸の開発の実行になった青山忠成、大久保一族で昔から徳川家にいる安藤重信などがいます。そうなると家康としては軍事的な期待値よりも領国経営に対する視点においての秀忠育成を期待してたんじゃないかと思われます。秀吉が天下を握ってしまった以上、軍事的な行動に対して制限がかかっているわけです。なので結果的には与えられた領国を安定化させ、それをつないでいく役割が重要視されたのかもしれません。まあ、秀吉が死んだ後、政権の座をめぐった争いが起こります。関ヶ原の戦いです。ここで秀忠は決戦に持参するという失態を犯します。関ヶ原に至るまで東海道から進軍する徳川家康の本陣とは別に、中山道から進軍することを命じられ、徳川の主力軍を率いていたんですが、間に合わなかったというものです。この秀忠の失態に対し家康は相当腹を立てたと言われています。まあ、何が起こったのかというと、決戦に遅れたんではなくて急な行軍で軍を疲弊させたことに対する叱責だったというものでした。これは関ヶ原の戦いには勝ったものの、大阪にて総大将の毛利家が鎮座している状態であり、合戦は継続して行われる可能性があったためです。これを秀忠は予測せず、また予見していなかったため、家康からしてみれば怒りが湧いてきたわけです。まあまりの怒りで家康は秀忠との面会を拒絶します。一説にはここで後継者として的確なのか家康が悩み、家臣に相談したと言われています。本多正信は結城秀康を推し、井伊直政と本多忠勝は松平忠義を推し、大久保忠隣の身が乱世においては武勇が寛容でありますが、天下を治めるには文徳も必要です。知遇と文徳を持ち、健常な人柄の秀忠様しかおりませんと、ただ一人秀忠をした結果、秀忠に決めたと言われています。まあ、この後将軍になるんですけど、大阪の陣でも秀忠は急行軍をやってしまい、家康に叱責をされています。将軍としての権威や強さを見せつけるチャンスと思ったようなんですけど、結局は家康が大阪の陣においては指揮を取り、講和後の堀の埋め立てくらいしかやることがなかったようです。ここから秀忠が戦べたという風評が後世までついて回るようになるんですけど、そもそも大軍の統率は難しく、上杉謙信も8000くらいの兵力が一番しっくりくるって言ってるくらいです。まあ、大体秀忠自身が合戦で何か功績を挙げたということは幼少の頃からあったわけではないんです。そこに対しての期待値もなかったわけで、これを求めるのは酷というものでしょう。家康は大御所として実質的な政治を担っていたんですが、死去すると秀忠が精力的に動き始めます。まず彼がやったのは、江戸政権を支えた近臣である酒井忠世、土井利勝ら老中を幕府の中枢として自らのリーダーシップを発揮できる体制作りでした。家康のブレーンとして駿府政権を支えた本多正純、秋元康友、松平正綱、金地井崇伝、天海、林羅山らを合流させる一方で、旧来の家臣は江戸政権の主要な役職から去っていきます。特に重要だったのは武家諸法度、近中並び公家諸法度の運用です。まあ、設計は家康とやったようですけど、これを改定し厳罰化したのは秀忠です。武家諸法度は戦国の気風激しい時代において諸大名統率のために全13か条の法令を発布し、これに違反した大名は処罰するというものです。
その後、将軍交代とともに改定が続けられ、幕府の基本法として幕末まで続きます。これにより戦国の虎たちは飼い慣らされた犬になっていきます。もう一つ重要なのが禁中並び公家諸法度です。それまで朝廷に対する介入は幕府は何度か行っていたんですけど、これを公家のみならず天皇まで包囲する基本方針として制定したもので、幕府が朝廷を管理する体制と法的教育を作り上げたものです。これまで歴史上朝廷や公家が暗躍したり、これを利用して秩序が乱れることが往々にしてありました。また豊臣時代には秀吉が朝廷の官位秩序を利用して政権を構築していた事例もあり、これを解体し徳川幕府が官位を含めて管理運用するという狙いもありました。さらに宗教に対しては制限を設けていきます。キリシタンに対しては特に力でねじ伏せていきます。これは将軍や天皇よりも信仰を第一とすることにより統治が困難になると判断したためと言われています。これにかっこつけて海外との交易の独占も実施します。中国商船以外の外国機船港を平戸、長崎に限定したんですね。これに加えて徳川宗家の地位を向上させるための取り組みもします。公家の入る福島正則の改易、大阪の天領化と大阪城の修築と伏見城の破却、徳川頼信の駿府から紀伊への転封をはじめとした諸大名の大規模な移動を命じます。特に家康生前の時代には譜代大名は畿内伊東に留まっていたものを、播磨の姫路藩には本多忠政、辰野藩に本多正友、明石には小笠原忠真、備後福山藩には水野勝重を転封させ、畿内より西の西国に譜代大名を設置し始めます。さらに娘の和子を後水野殿皇に嫁がせ皇室を牽制、また C 事件では自社勢力を処断し、宗教界隈に関しての幕府の統制を始めます。また諸大名へ妻子を江戸に住まわすことを内々に、また耐震家臣の人質も江戸に送ることを命じ、家康の時代と違い諸大名に対する統制を強化していきます。この中には譜代親族も含まれており、これに法的根拠を加えたもんですから制度を守れない人物たちは処罰されることになり、幕府に歯向かう勢力を一掃することにも成功します。主政は創業よりとも固しと言いますが、父の路線を律儀に守り、できて間もない江戸幕府の基盤を強固にすることを期待されたんですが、これを期待以上に実施したのが秀忠です。家光を後継者として固めた後、自身も家康に倣って王将として君臨します。家光は器用方便ありますが、幼少期の評価は愚鈍で病気ばかりすることもで、さらに言えばほとんど言葉というものは発せず、家臣に声をかけてやることもなく、何を考えているかわからない子供だったと言われています。少年時代から家光の性愛の対象は男性だけだったと言われ、好んで化粧をし、その姿を鏡に映してうっとりしていたというもので、これはさすがに将軍として危ういと思われても仕方ありません。戦国の時代は力があるもの、能力があるものが跡目を継ぐという風潮でしたが、平和な時代にこれが続くと世の中の騒動を招きかねません。長子相続を原則として、家督については有無を言わせない制度が必要です。そこで家康は長子に家督を継がせるという状況を作るため、家康を後継者にするように設定しました。そういうこともあってか、江戸城本丸の徳川家光側の年寄りと西の丸の秀忠側の年寄りによる合議政治の体制で政権がしばらく運用されるようになります。要するに家光が心配だったといえば心配だったんでしょう。ここで天皇の外戚になることや自社に対する統制を強めるような政策を実行し、実際の政権運営を指揮しています。秀忠は幕府の地盤固めに尽力し、その過程で苛烈な政策もしています。個人としては非常に優れた人物で温厚でありながら、家臣には一度の失敗でも見捨てるようなことはしませんでした。また細川親子の仲裁をしたり、細かな気遣いもできる人でした。徳川家の子孫にさえ秀忠の武将としての評価は低かったものの、安定した世の中を作ろうとする過程での主君としての力量は他の兄弟に比べても秀忠が圧倒的に優れており、秀忠がいなければその後の徳川の世はなかったかもしれません。